が広がっているとは。これは入手しておきます。ドラゴンは総宣告し、俺の胸を貫いた。各社、それは竜に知られ、竜を倒す使命を持った者。迷うことはない。心臓など、もはやどうでもいい。死であり、母であり、最愛の人だったグレーテ。彼女を殺めたドラゴンを、俺は許さない。この手で跡形もなく切り刻んでくれる。聞こえるか、各社。その胸に竜との縁を刻む者、鼓動を奪われ己の意志を示すことを強いられる。各社、海王、世界、すべてはまやかし、すべては無駄。何の意味もない、ただの繰り返し。そんなものに血満ちをあげる義務がどこにある。何もかも俺は憎む。力の循環、つながりのすべてを怪人に変えるまで、俺は破壊し続ける。これは宝でしょうか。人あってこその都市、ここはどこか薄ら寒く感じます。
何かあるようです。何もなさそうな場所もよく調べてみてください。宝が、中は何でしょう。確かに感じるのだ。何者か私を呼ぶの。その声を私は目指す。たとえこの身が朽ち果てようと。
壊れたリムは早めに修復しておきましょう。助かりました。リムがあれば我々の体力を解除します。リムの活用が重要になります。ここから先にたどる道はない。虚ろに意味を与えようとする愚かさを恥じよ。後には何も残さない。倒れて朽ちて消えるがいい。時間はもらう。あの人は私のマスターでした。遠い遠い過去の話です。彼はドラゴンとの対峙である選択を迫られ、そのどちらも選べず激しく葛藤しました。どちらを選んでもその結果は受け入れられない。そんな理不尽を呪うことで彼は獲物の姿に、望む姿が変わったことで彼は願いを成就したとみなされ、結果私が見栄として捧げられたのです。トーンでありながら私はマスターを愛していたのです。彼を救ってください。すさまじい威圧
圧感です。大きな扉ですね。圧倒されます。扉の奥から殺気を感じます。これは戻りの礎と呼ばれるものです。これは戻りの礎。特定の道具でここに戻ってこられます。なぜかはっきりと見えてきました。
私の置かれた状況、なすべきこと。私は今ここにあるこの体を支配している魂は、この女性の本来の魂ではありません。私にはどうしても救いたい人がいる。この島の主、迷宮の創造者であり、各社を呼び寄せる力を持った闇の王。そう、私はあの人を救うためにこの体に取り入ったのです。こうしてこの体を通じてあなたを呼んだことにはきっと意味がある。あなたの意志こそ彼に安らぎを与えられましょう。あなたの意志こそ彼に安らぎを与えられました。さあ、何でもおっしゃって。さあ、あなたのお気をつけて。しかし、鉄、どれも一品だ。どれも一品だ。損はしない。また来な。最近、好きなのを選びな。さあ、何をする？